妹さんは大嫌いなヘビだって食べたもんな。そうだよね、私だってね、あの MBS のね1階のチャプラステージってところのイベントでね、もう本当に大嫌いな虫を食べましたよ、虫を思い出すだけで本当に辛い。そのエピソード話すわ。あのね、MBS のチャプラステージっていうところがあって、そこでね昔ね、あのイベントがあって、でそこであのゲストで出させてもらったの。クイズ番組みたいなのとかあって、でいろいろあってね、世界のなんか珍しい缶詰を開けようみたいな、世界の珍しい缶詰を開けようコーナーっていうのがあったのね。そこで出てきたのが韓国のあの水煮、蚕の水煮、蚕だよ蚕、缶詰のあの蚕の水煮をね、もうそれ聞いただけでもビビるんだけど、開けるともうびっしり蚕が入ってんの。蚕、蚕ってあれだよ、あの絹を作る、製造する前のさ、あの絹を出す生き物いるじゃん、あれだよ、あれ虫なんだよあれね、蚕って、あれの繭、蚕の繭じゃない、サナギ、蚕のサナギの水着、そう水着じゃない水煮、もう全然口が回らない、蚕のサナギの水煮の缶詰、びっしり蚕のサナギ、もう本当に信じられないでしょ、まずそれだけで信じられないでしょ。見た目どんなのかって説明すると、あれセミのあの抜け殻の前のやつ、セミの幼虫みたいな感じな、見た目が。セミの幼虫がこうなってるじゃん、手ね、こうなってるのが、こうなってる感じの、あのセミの幼虫の手が全部ギュッてなってる、まん丸いねやつ、ポンテギ、そうそうポンテギっていうやつなんだけどね、あれが、あれをね、じゃ食べてみようってなって、私はえーって思ってて、で誰かが罰ゲームで食べたの、なんかそのノリで私も食べさせられるみたいになって、スプーンで山盛り一杯すくったやつを食べろ食べろってなって、いやもうここは食べなきゃと思って 3,2,1 のタイミングで口にめっちゃ入れたの。もうあれもう忘れられない、あの食感と味と匂いと忘れられないよ。スプーン一杯で8匹ぐらい口に入ったの、8匹だよね、もう飲み込めなくてしばらく。いやだ、いやだ、説明しないでごめんごめん、こういうの苦手な人いたね、ごめんごめん。美味しかった、味は、実は味はすごく美味しかった、エビみたいな味しました。しかしね、食感ですよ、もう恐ろしかった。いやあれ忘れられない、本当に焦るよ、また食べたい、食べたくないよ、もう無理無理、虫はきついって本当に、もういやー思い出すだけでもうめっちゃ鮮明だもん。だってもうこれ3年前ぐらい、もっとか4年前ぐらい食べたんだよ、4年前だよ、4年前に食べたさ虫の記憶がさ今でも鮮明って最悪じゃない。もう虫嫌いな人はグッドボタンを、虫食べてみたいっていう方もグッドボタンお願いします。いや本当にグッドボタンだよね、世の中。